ですね、第何回目か忘れてしまいましたが、おそらく第3回目か第4回目となります。はい、鳥越あずうり FM、ですね、鳥越あずうり FM のラジオですね。はい、おいでよ鈴木健太だよ、東京タイムズ括弧日仏共同テレビ局フランス店旗ショー、はい、開始となります。そうですね、なかなかね長いのでね、まだまだ覚えきれないんですが、今月もですね、今月も私まさみんと、めいこちゃんの MC で、お送りさせていただきます。はい、ですね、ちょっとね本日スポンサー枠のですね鈴木健太様がちょっとお仕事でなかなかお時間が間に合わないということで途中参加となりますが、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。はい、ではですね、こういった、流行り病のご時世でございまして、コロナ対策につきましてはですね、演者スタッフともに検温を行っております。50分に1回換気も行っております。番組入れ替え時にスタジオ内すべてを消毒しております。除菌機器、トレイルフレッシュを導入しております。そしてですね、鳥越あずうり FM のスタジオにはですね窓がありまして、そちらの方もですね常時少し開いている状態になります。ですね、そのため緊急車両、サイレンなどの、ね、音が入りやすくなっておりますが、そちらの方をなるべくですねご容赦いただきますとありがたいです。はい、そしてですね、鳥越あずうり FM は番組応援の会というものがございまして、鳥越あずうり FM のこの番組が好きという方に朗報です。番組応援の会に入会することで、スタッフルームからの見学やテレビ電話での出演などがですねできるようになることもあります。はい、こちらはですね年会費の方が約1万円となっておりますので、詳しくは鳥越あずうり FM のホームページの方までお願いいたします。はい、そしてですね、こちら本放送の方がですね、鳥越あずうり FM の公式ホームページから本放送がご覧いただけるのですが、直接そちらの方にコメントいただくことがですねちょっと今できなくってですね、その代わり鳥越あずうり FM の公式ツイッターがございますので、アットアズパン FM の方まで、ご意見ご感想コメントの方はそちらにお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、それではですね、改めてですね、MC の紹介となります。はい、ですね、私はですね、こちらの番組がですねタイトルが変わる前、日仏共同テレビ局、ではなくてですね、東京タイムズの時からですね、MC を務めさせていただいておりますまさみんと申します。よろしくお願いいたします。ちょっとですね、前髪を自分で切ったらちょっと失敗してしまって、やや面白い髪型になっているんですが、どうぞよろしくお願いいたします。ですね、普段は何をやっているかと言いますと、ですね、及川健二さんという、政治系ジャーナリストの方がいらっしゃいまして、その方のお手伝いで政治家の方や、政治以外の方のところに、取材のお手伝いに行かせていただくことも時々あります。はい、その他ですね、ちょっとね最近はあまり更新してないんですが、 YouTube やノートの方なども行っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ではですね、めいこちゃんですね。はい、はい、はい、同じくね MC のめいこちゃん、彼女はですね聴覚障害がありまして、音はね聞こえないので、音声での会話がちょっとできないんですが、手話とかあと筆談とかでですね、こういうふうにコミュニケーションをとっております。彼女はですね私の相棒でして、同じ、及川健二さんの、日仏共同テレビ局フランス店の方で一緒に記者のお手伝いをしておりますので、一緒にねいることがとても多いです。彼女の方もですね YouTube の活動をしていて、彼女の方はねとても頻繁に更新していますので、そちらの方もですねどうぞよろしくお願いいたします。めいこチャンネルで検索していただければ出てきます。はい、そして本日
日のゲスト、はい、どうぞお願いいたします。はい、私麻布十番で看護師エステをやってるユリールのユです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、まあ、普段は麻布十番でエステをやってまして、まあ、デトックスを、まあ、メインとしたリンパドレナージュとか、あとは小顔の配布とかを今やっています。で、私もともと看護師だったので、まあ、医療現場で得た知識とか、あと経験から、やっぱりこう予防って大事だなってすごく思ったので、今エステをやってます。はい、よろしくお願いします。嬉しいですね、ありがとうございます。はい、ですね、やはりですね、ここは聞いとかなきゃなと思うのがですね、ゆうさんはですね、ちょっとね、今日お仕事で遅れている鈴木健太さんからのご紹介なんですけれども、鈴木健太さんとはどのようにしてお知り合いになられたんですか？いや、それはですね、はい、一人私がよく東京で、はい、ちょっとグルメ開拓をの好きなのでする、と友人がいるんですけど、はい、まあ、その方が急遽お寿司食べないかっていう風に、はい、言っていただいて、お誘いしていただいたんですね。そうなんですね。で、私最初2人かなって思ってたんですけど、そこに鈴木さんっていう方が来るのでって言われて、はい、で一緒に行ったところ、もうなんかすごいハッピーバースデーみたいな感じのなんかいつもお祝いしてますからね。いつも世界中の人のことを ね、お祝いしてますからね。はい、はい、まあ、毎日がハッピーバースデーのようなすごく明るい方とお会いして、はい、でそこでお話しさせていただいたところ、仲良くさせていただいて、今回、はい、ラジオを呼んでいただきました。はい、ありがとうございます。はい、はい、ですね、なんかいろいろとこうあるんですが、これはいつも持ち歩いてらっしゃるんですか？いつも持ち歩いてないです。今日限定。今日のために作ってきてくださったということで。そう、まあ、そう言っときたいんですけど、お店で結構インスタグラマーさんとか、はい、まあ、皆さんちょっと写真撮ってくれ、はい、出さるので、まあ、その時にこれを、はいはい、使っています。そうなんですね、はい、ありがとうございます。看護師ってって、はい、なかなか字面だけだと、うんうん、想像ができないんですが、具体的にどのようなことをなさるんですか？はい、まあ、私看護師エステって言ってるんですけども、はい、ま、メインはエステティシャンをやってるんですね。そうなんですね。はい、ただその、ま、看護師の時に、はい、私大学病院で勤めてたんですけども、はい、呼吸器眼科循環器メンタルとかの混合病棟にいて、すごいですね、はい、なかなか、はい、はい、でそこで、まあ、メインが、まあ、肺がんの患者さんとか、まあ、はい、が多かったので、はい、それで、まあ、亡くなってる方とかすごい見てた中で、まあ、予防とか、はい、まあ、病気になる前のケアっていうのがすごい大事だなって思って、それで、まあ、看護師での その思ったこととか、はい、経験とか、まあ、予防大事だよねってことを、まあ、早いうちに若い人とか待ってない人にまず伝えたいなっていうのがあって、で自分だからできる、はい、エステっていうのは、まあ、体の知識、解剖学とか、はい、まあ、なんていうんだろう、発達段階とか、まあ、そういうのが、はい、看護師の時に必要だったんですけど、なかなか学んだんですけど、はい、いやだ、素晴らしいですね。それは患者さんだけじゃなくて一般の方にも、看護師さんとかの他にもやってらっしゃるんですか？一般の、いわゆる、そうです、なんていうんだろう、特にご病気とかそういうわけでもなく、障害があるわけでもなく、職業が医療系という方でない方でも受け入れることができる。そうです、看護師エステはお客さんはもう誰でも大丈夫で、はい、素晴らしい。看護師が看護師の知識でやってるエステですよっていう形ですね。はい、なので、まあ、より効果的に安全に安心して、まあ、癒しとかを与えられたらいいなと思ってます。ありがとうございます。はい、ですね、いや素晴らしいですね。まずその、はい、看護師エステをやろうというね、その志の、その、うん、なんて言うんでしょうかね、理由がですね、うん、いやとても
おやしおおやちょっと待ってください、噛んでしまった。お優しいんだなというふうに、あの滑舌が悪いもので申し訳ないです、はい、いやなんかやっぱり、はい、私すごいあの今仕事に対してやりがいが本当にあって、それこそ来てくださる方がもうゆうさんに会えてよかったですとか元気もらいましたとかもうなんか喜んでくださるんですね。でそれが本当に私にとっては生きがいというか本当に嬉しいので、まあ、それが自分の欲になってるのかもしれないです、はい、素晴らしいですよね本当に。はいはい、そうそうですね。ですね、今日のファッションでなかなか、はい、気になる部分があるんですが、こちらは普段お使いなんですか？これですね、これ普段使ってるというか、まあ、使う時に使おうかなって思ってるんですけど。そうなんですね、はい、看護師の時に使ってました。聴診器です。これですよね。ちょっとこう振りでいいのでどういう感じに使っていいとかっていうのを見たいんですが。すごい難しいですね。難しいです。あ、でもこれははい、胸の音とか、そう、うんうん、あ、これ耳からこうつけるんですけど。あ、耳から耳つけ て胸の音とか、ちょっと実際やってみて。ちょっとさ、今日はね、はい、できないということ。はい、やっぱりなかなかね難しいですよね、場所とかね。難しいですね。何を言ってるなって感じですけどね、本当にね。腸の音とか。腸の音、はい、腸の音ってどういう感じなんですか？ほら、心音はなんかよくドクンドクンとかこうトクントクンみたいな感じで、うんうんうん、聞きますけど、はい、腸の音ってどういう感じなんですか？腸の音は、はい、皆さんお腹すくとギュルってなるじゃないですか、はい、あんな感じですね。あんな感じなんですね。あんな感じで、はい、今日本放送の方ではですね、うん、あら、聴診器の画像が載せていただいて出ておりますので、はい、売ってないですけどね。なかなかこう白とか見かけるんですけど、はい、この色ってなかなか見かけないですよね。やっぱり仕事で使うものとかって、はい、自分がテンション上がるものとか持ってると、はい、気持ち的にやっぱりこう上がりますよね。そうですよね。はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、ですね、はい、私たちですね、なんとですね、本当にこれはね偶然なんですけれども、こちらの鳥越アズール FM のラジオの前にですね、こちらの舞台の取材にちょっと行ってきまして、ジョイ・レイカ、心の声が聞こえますか、こちらがですね、原作総合監督が、剣名舞さんというですね、方の舞台なんですが、いやなかなかね、まさかジョイ・レイカのね、ジョイさんの舞台の後のラジオで看護師の方がね出るという、なかなか、いやなかなかね、何かね、そういったものとご縁があるのかなといった感じで、医療系漫画とかっていうのは見たりとかはしますか？あんまり見ないですね。意外と見ない。あまり見ないかもしれない。意外と見ないですね。はい。はい。そうですね。こちらがですね、今日がですね、初日だったんですね。ジョイ・レイカさん、ジョイ・レイカのこの舞台がですね。で、今日がゲネプロで、まあ、要するにマスコミとか関係者、枠だったんですが、5月15日まで、舞台の方がありますので、どうぞ皆さん、見に行ってくださったら、剣名先生がですね大変喜びますので、ぜひよろしくお願いいたします。もうね、あれですよ、狙ったわけではなく本当に偶然ラジオの前にもうそれでですね、もうそちらの取材の方が、まあ、取材というかですね、舞台のスケジュールの方が結構ね、ラジオの時間に食い込んでおりましたので、なかなか今日間に合わないじゃないか、鈴木さんと同じような感じになるんじゃないかというふうにドキドキしながらね、今日来てギリギリに到着いたしました。間に合ってよかったです。はい、ありがとうございます。はい、あれですね、これもねちょっと聞いてみたいんですけど、看護師というのは、うん、
看護師になったきっかけというのは一体どのようなものがあるんですか？あ、きっかけですね、はい、私出身が、はい、宮城県なんですけども、はい、まあ、ちょうど中学生の頃に東日本大震災を経験して、はい、で、まあ、正直私何もできなかったんですね、はい、でそれがやっぱりなんて言うんだろうな、何もできない自分って何なんだろうってすごい悔しくなっちゃって、はい、でも無力感がすごくあったので、はい、もうか誰かのためになる仕事がしたいと思ったのと、はい、あとは、まあ、体のこととかも結構好きだったので、その勉強とか気になってた、興味があるので、はい、それで自分のためにもなるしと思って看護師になろうと思いました。素晴らしいですよね。結構周りの医療系というか、その人体に、うん、人体の知識がね、ちょっと一般の人よりも豊富な方、看護師さんですとか、セラピストさんとか、こうなんだろうな、整骨、そういったものをね、うん、してる女性の方が何人かいらっしゃるんですけど、皆さんやっぱご自分にもその知識をフル活用して、本当に実年齢よりもすごくお若く見えたり、すごくお綺麗な方とかが結構多いんですけど、やっぱりゆうさんの方も自分でその知識を生かして美容にこう取り入れたりとかっていうのはありますか？うん、そうですね、やっぱりまず食べるものとかは添加物とかすごい気にしてて、そこ大事ですよね。で、私のエステもデトックスっていう部分でリンパドレナージだったりとか、ハイフリンパってことをやってるんですけど、そのデトックスに注目してるっていうのも結構意味があって、やっぱこう今の世の中って添加物とか、どうしてもちょっと有害な、体に有害なものってどうしても入ってしまうので、全部取るって除外するっていうのは結構難しいなって思ってるんですね。まあ、そうですよね、やっぱりね、だからこそもう出す老廃物出す、いらないものを取らないっていう、はい、意識はするようにしてます。はい、ありがとうございます。はい、はい、ではですね、やっぱりね、ご視聴いただいてる方とかもこういったね、情報が欲しいんじゃないかなって思うんですけど、自分でできるお手軽なマッサージとかってどういったものがありますか？自分でできるお手軽なマッサージ、はい、ちょっとね、人にやってもらわなきゃいけないような大掛かりなもの、さすがにあれなんですけど、うん、気軽にこうできるものとかって何かあったりしませんかね？そうですね、はい、全身なのでちょっとあれなんですけど、例えば足とかむくみすごい人結構多いんですね、はい、すごいというか悩んでる人が。で、じゃあどこに流すかって言ったら、リンパって全身にあって、はい、リンパ節っていうのがあるんですね、はい、そこに向かってこう手で流してあげる。お風呂に入ってる時とか、はい、循環いい時に流したりとか、ちょっとちょっと難しいんですけど、足のくるぶしの下らへんを、はい、流してあげると、なんて言うんだろうな、膝の裏とか、はい、足の付け根の部分もしっかり流れやすい位置になるので、はい、そこをちょっとグイッと押してみたりとか。ありがとうございます。あとストレッチしてください。やっぱストレッチですよね。はい、ストレッチやっぱりスクワットとかああいうのですかね。それは筋トレとかになるのかなと思うんですけど、はい、そうですね、今マッサージの話をしております。動脈とかは流れるんですけど、はい、静脈とかリンパってもう自分で押す力がないの で、はい、筋肉とか、そうで動くんですね、はい、なので運動するってやっぱ大事ですね。はいはい、そうですよね、ありがとうございます。マッサージの他に運動とかもなさってるんですか？運動はスポーツですね。スポーツはちょっとびっくりされるんですけど、はい、実は小学校の時からサッカーをやってました、はい、サッカーをやってました。はい、サッカーって私球技が苦手なんであれなんですけど、うんうん、結構ハードなイメージがあるんですが。そうなんですよね。はい、始めたきっかけも面白かったんですけど、はい、もう結局もうハマってしまって高校まで頑張って一応全国大会とか、フットサルのも全国とかでキャプテンやったりとかは
しました。ありがとうございます。あの私がですね、スポーツが苦手、特に球技が苦手なんですよ。それなので、あれなんですけど、ボール怖くないですか？ボールははい、あ、ちょうどいいところで、スペシャルゲストならぬスペシャルスポンサー様が登場いたしました。はい、あ、そう、おかげさまです。はい、もうあ、これあったのね、なんかね。はい、そうなんです。そちらにありました。はい、私たちもね、今日ね、ちょっと別のお仕事で取材の方で時間がギリギリだったんですが、はい、鈴木さんの方もね、なかなかお忙しくしてらっしゃるということで。すいませんね、なんかね、ぐだ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 と。はい。ちょっと私なんか電車の中でちょっとだけ放送を見てたんですけども、ありがとうございます。無理やりそのなんですかね、ジョイさんの漫画とその、いやいや無理やりじゃないですよ。あれしようとちょっと見てヒヤヒヤしてました。ちょっとね、奇跡的なタイミングでそういった取材がありましたので。そうだったんですね。まあ偶然ではあるんですが、はい、まさかあれですね、ちゃんとね、今日のラジオで紹介しようというふうに意気込んでおりましたから。はい、そうだったんですね。はい、とりあえずあれですよね、そのお三方とも多分初めて今日あったと思うんですけども、はい、ぜひちょっとやりたい客としてはですね、はい、やはりその、はい、まあ伊藤さんのですね、はい、まあ、お店の方にちょっと我々3人で行かせていただくっていうね、はい、ぜひちょっとしたコラボ企画をぜひね、はい、はい、ぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あれですよね、まさみさんもめいこさんも当然その、まあ、美容には当然ご興味は、はい、もうとてもありますね。はい、ちょっとね、結構ね、私とめいこちゃん結構ね、ちょっとね、年齢が言えないぐらいのね、皆さん夢をね、はい、壊してしまいますからね、はい、そういった年齢の、まあ、いいお年頃ですので、はい、なかなか興味深いですね。伊藤さんのお店は、はい、ちなみに、あれですよね、男性女性分け隔てなくこう、あ、そうですね、皆さんそうですよね、いらっしゃるんですよね。はい、我々のようにやはりその、まあ、ちょっと決して若いという年齢じゃない方も全然行ってもいいですね。はい、そうですね。いいですね。ちょっとじゃあぜひ、はい、割引券もこの間いただいてるんですよ。ちょっと初めてお会いした時に、はい、なのでぜひ行くしかないですね。ちょっと、はい、今日、はい、聞いてくださってる方にも、はい、ちょっと、うん、特典があるので、特典が素晴らしいですね。素晴らしい。どのような特典が？ですね、あ、出していただきましたね。はい、本放送の方にはあります。全然デトックスリンパドレナージュっていうのが一番今推してるメニューにはなるんですけど、はい、その人気のもので、ま、オプションであるんですね。マッサージがフェイシャル、ヘッド、フット、ハンドで、これが30分で9900円のものなんですけども、15分来てくださった方に、まあ、サービスでプレゼントしますよってものを、はい、作ったので、 LINE でちょっとご相談をいただけたらと思います。ぜひ皆さん本放送の方では、QR コードの方が表示されておりますので、ぜひそちらの方からですね、QR を読み込んでいただいて応募していただければありがたいなと思います。はい、これは画面越しに読み取って、そうすると伊藤さんの LINE に繋がるんですよ。こう、はい、お店の LINE、はい、お店の LINE に繋がりますよね。直で繋がるわけですね。大変なことだよ。お店の方のすごいですね。実際にね、こう、はい、今やってらっしゃいますね。はい、こう読み込むと繋がります。繋がります。はい、ちゃんとお店の公式 LINE もあるんですね。ありますね。そうですよね、ちゃんとしたお店ですよ。ですね、ぜひぜひぜひ、医療つながりでですね、こうね、宣伝をしてほしいというふうに今お隣の方からね、あったんですが、はい、高須クリニックの銀座店がですね、4月にオープンしたそうで、はい、皆さん、ぜひお気軽に来てほしいというふうに、はいはい、高須先生がツイッターで宣伝をしていたというのを宣伝しろというふうに、はい、高須先生とてもね、面白い方で、陽気でお優しい方なんで、何度かねお会いしたことがあるんですけれども、はい、ぜひ皆さんで、まあ、皆さんでね行くといっても、高須クリニックは基本的に総合病院もあるんですけれども、基本的には整形外科ですので、美容外科ですから、はい、何かねお肌のお悩みとか、何か容姿のねこうお悩みとかある方は、今
確かねキャンペーンはオープンしたてでキャンペーンが確かあったと思うので、はいはいはい、思うのでぜひ皆さん足を運んでいただけたら、ね、ありがたいかなと思います。その時にですね、鳥小屋ズーリヘームのラジオを聞いたっていう風に言っていただくと、多分向こうは何もわからないんですけれども、このねラジオの影響力というものがちょっとね出てくるんじゃないかなと思いますので、皆さん鳥小屋ズーリ FM でまさみんとめいこちゃんのラジオをね見たんだっていう風に言っていただきますと、特に割引とかはないんですが、私たちの知名度が上がるのでありがたいなと思います、はい、これぜひね、はい、まず伊藤さんを高須先生にねちょっと一応つなげしたいですよね、せっかくなんでね、はい、夢のコラボレーションというのはちょっとなんかやる面白いですね、私もお会いしたことないですけど、はい、ぜひぜひ、これ高須先生息子さんいらっしゃるんですもんね。そうですね、ミキア院長とか。そうですね、はい、お人方ユーチューバーですよね、なんかね最近私の方の確かミキアさんじゃないですかね。ですよね、なんかね、はい、なんか最近 YouTube で高須先生を検索したらなんか息子さんだと思われる方がなぜかわかんないですけどベンチプレスをしている動画が出てきました。そうですね、あとガーシーチャンネルの、はい、真似とか真似というか、まあ、ね、あそういうこともやるって、インスピレーションをね、はいはい、いただいてっていうようなこともありますね、こうねいろいろやってらっしゃいますね。せっかくなんであれね、このもう宣伝したかどうかわかんないですけど、伊藤さんが先日ご出演した YouTube のお話とかもちょっとよかったら、はい、ぜひぜひお願いいたします、はい、聞きたいです ね、そうですね、ぜひぜひぜひ、はい、YouTube ですよね。そうですね、我々と違ってちゃんとしたこうねチャンネルにゲストで出演されたということで、そうなんですよ、はい、ちょっと、はい、まあ、先日ね、そっか2日前ぐらいにちょっと撮影を、はい、ゲストでお呼びいただいて、はいはい、ですね、YouTube の三輪車さんっていうところ、はいはいはい、多分 YouTube 三輪車でこう、はい、検索すると出てくると思うんですけども、はい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 、まだ投稿上がってないとは思うんですけど、そこでちょっと取材をさせていただいて、はい、まあ、こんな感じでトークを、はい、してきました、はい、三輪車、ありがたいです。どうですかね、平仮名で、あ、平仮名、三輪車、あね、あ、私の多分インスタでもまたチャンネル3人で、はい、お伝えしようかなと思ったんです。あ、それです、それです、それです。初めて見ましたけど、あ、なんかでも今チャンネルを見たらなんかあれですね、うん、はい、我々の知ってる方々ばかりがそうなんですか、こうちょっと映っている感じですね、はい、まあ、この企画が、はい、それこそなんか人の夢を応援したりとか、はい、頑張ってる人を、まあ、応援するっていう、まあ、そこをちょっとメインにやってるみたいで、すごく素敵ですよね、こちらですね、はい、ちょっと恥ずかしいな、はい、いやじゃあこれの回にもう伊藤さんが対面というかなんかお一人だけなんですかね、はい、これわかんないです、インタビュー形式なのかな、まあ、インタビューみたい、はいはい、対話みたいな感じで、はい、はい、へー、本当にあれですね、見た覚えのある方、そうですね、特にこの黄色い方いるんですけど、この方ですね、この方とかは、はい、かつての記者仲間ですね、はい、あ、そうですね、今本放送の方に画面を出していただいてありがとうございます、ありがとうございます、知ってる方が大ちゃんとか浜田優馬さんとかね、はい、あ、大ちゃんですね、はい、私たちもね実はお友達だったということで、はいはい、狭い会話ですね、はい、浜田優馬さんピカチュウのね、うん、黄色い格好をしている方はですね、なんと同じ、うん、日仏共同テレビ局フランス店の記者の先輩なんですね、もともと同じ及川健二さんのところで、うん、記者のお手伝いをしていて、まあ、私たちの先輩にあたる方でして、まあ、今はですねちょっと他の活動の方が忙しいみたいで最近はあまり会わないんですが、いやーすごい、世の中狭いですね、世間は狭いなと本当に、友達の友達は友達、そうですね、ちょっとこのチャンネル三輪車さんにはちょっと負けたくないですね、そうですね、はい、ライバルしてますね、先ほどの動画の方は、うん、あれですよね、 NHK をぶっ壊すの はい、N 国党から出馬も予定しているということで、されているらしいですね、大ちゃんですね、
ちょっと我々もちょっとこういう負けてらんないですね。負けてらんない、ね、ちゃんとした我々はちゃんとだからね、伊藤さんの店のプロモーションのちゃんとした動画をね、ぜひ上げたいですね、はいはい、なかなかね、この番組名が変わって3回目か4回目ぐらいの放送になるんですが、いまだに私番組名をね、何も見ないで言うことができないというような感じですね。なかなかのグラグラっぷりなんですが、頑張っていきましょう。そうです。伊藤さん、このチャンネル3社以外にもなんかほらこの間お話してくれたまた別のチャンネルに確か、なんか何人かで出てるやつでなんか出てるんじゃなかったっけ、何人かで出てるやつ、はいはい、何かで出てるやつ、何でしたっけ、それこそ結構有名なチャンネルだったはずなんですよ。チャンネルが2万人ぐらいいて、はい、あ、ります。結構前ね、前というか、はいはいはい、それもこれですよね、ナジャさんとか、あ、そうそうそう、そっちの方がナマイさんとかと動画上がってるから、ぜひそっちの方が今、ナジャさんは結構有名な方ですよね、二丁目界隈の方っていうんですかね、歌舞伎町二丁目の、うんうん、はい、虫というか、そうそうですね、マツコデラックスの仲いいみたいです。そうですね、マツコデラックスさんのお友達で、はい、ナジャさんもタレントが本業ではないんだけど、うん、そっちの界隈では大変有名な方でいらっしゃいます、うん、ありがとうございます。スタッフの方がですね大変優秀でいらっしゃいまして、本放送の方では、はい、画面が出ておりますねこの、はい、チャンネルのどういう動画に出たんでしたっけ。ね、はい、業界座談会っていう、業界座談会恋、はい、何でしたっけ、恋、なんかそうですよね、恋バナをしているような動画、ね、そうちょっと、はい、看護師として私ちょっと出演させていただいて、どっかにありますね、この間見ましたからね、はい、はい、マジャさんはですね、はい、先日あったLGBT のイベントが毎年あるんですよ、代々木公園で、はいはいはい、で代々木公園で先日お会いしましたね、はい、恋ラボでしたね、恋ラボ、恋ラボ、はい、恋ラボで、はい恥ずかしいな、あ、もうせっかくですからね、ここに動画をちょっと、ね、恋ラボ、ね、流させることができますか、はい、まあ、ちょっと何回か出てますね、業界なんか、業界ならではの、まあ、はい、恋愛トークというか、はい、まあ、そういうのがありまして、はい、これでしたっけ、これじゃないか、まあ、違う、あ、それです、恋ラボ、恋ラボ、あ、こちらです、あ、すごい可愛らしいチャンネルですね、これですよね、そうです、これ、あ、そこですよね、何回かの回には出ていますね、はいはい、ぜひちょっと皆さん、ね、探してみてほしいですね。はい、あ、まあ、あとは伊藤さん、今お店を経営されてもう1年ぐらい経つんでしたっけ、はい、はい、今2年目になります。はい、一応この番組のテーマがその家族の絆を大事にしようっていうのがその基本的に基本テーマになってるんですけども、はい、伊藤さんはちなみにその親御さんは当然こういうお仕事をしてることを、まあ、ご存知なんですかね。あ、私が頑張ってるってことは知ってるってか、まあ、はい、いろいろやってるってことは知ってて、はい、まあ、今日も実はちょっと報告があって、はい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 、ラジオを出ることになりましたって言ってはいます。言ってるけど、はい、聞いてるかどうかはちょっとわかんないですね。そうなんですね。もうじゃあ、ご両親ともあれですかね、伊藤さんが具体的にどういう仕事をしてるかとか、まあ、全部把握してる感じですかね、とりあえず今の現状というか。ですね、はい、エステをやってる、はい、ってことは知ってると思います、うんうん、あ、じゃあざっくりとしかちょっとあ、そうです、はい、そうです、エステやってるよって、はい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 、まあでもこの前母の日があったので、うん、あ、そうですよね、はいはい、はい、母の日に手紙を送って、おお、はいはいはい、喜んでくれました。あれ、店の場所とかはちなみに親御さんはお母さん、お母さんは把握したんですか。知ってます、はい、知ってます。じゃあぜひね、うん、来てほしいですよね、ぜひね、伊藤さんのお店にも、ね、そうですね、まあ、半年前ぐらいに、はい、私の母が来てくれて、はい、あ、そうなんですね、はいはい、で私の母もメディカルアロマっていう、はいはいはい、指導者を育てるスペシャリストなんですね。ほうほうほう。で美容健康の部分で、はいはい、なんかイベントしたいなと思って、はいはい、ちょっと母をゲストに呼んで、はいはいはい、一回イベント、はいはいはい、アロマ教室みたいなのをやったことがあって、はいはい、そう、ご利用でした、はい、いい
ですね。お母さんじゃあもう、はい、あのねイベントにもご協力してくださってるってことですね。そうですね。ちなみにあれですかね、今、お父さんとお母さんはこの時間何をしてると思います？ちなみに何してるんですかね、はいはい、ご飯食べ、今何時でしたっけ？今ちょうど7時半ですね。7時半ぐらいですけど、ご飯食べてるのか、まあ、何してるのか、はいはい、じゃあ、うん、ちなみにちょっとあれ話なんですけど、別に今お父さんとお母さん普通に仲良く一緒に暮らしてるんですか？仲いいです。よかったじゃあなおのことですね、せっかくなんで、まあ、伊藤さんにはこの話全然しないんですけど、この番組一応その、まあ、家族のテーマを大事にしようってことで、第1回目も第2回目もですね、そのゲストの方というか、にの お母さんに生電話をするっていう今ですか、はい、やったので、はい、せっかく今日お母さんとそこまで仲がいいという話が出ましたのでね、はい、これちょっと仲が悪いとか言い話になったらちょっとこの話はなくなるんですけど、ね、ちょっとね今いい感じの話を聞きましたので、ちょっとよかったら、はい、今ね、はい、ちょっと、はい、ぜひちょっと、はい、今電話すればいいんですか？あ、もちろん、ちょっとスピーカーをオンにしてくださって、はい、はい、してくださると、すごくこれご好評いただいておりますのでね、はい、約10分ほどですね。そうですね、はい、45分くらいまで電話すればいいですか？もちろん、はい、出るかな出るかな、番号が見えないようね、お気をつけくださいということでね、はい、ちょっと、はい、見せないようにこうね、はい、LINE 電話で、まあ LINE 電話、そうですね、 LINE が一番ですね、まずかね、あと出るかな。いいですよね、こういうね、ドキドキ感ですね。ドキドキ感ですね。打ち合わせも何もしてないですからね、毎回ね。やらない。ちょっと急すぎたかな。ないですね。急すぎたかな。母さん出てほしい。結構でも気づくの遅いんですよね。ああ、そうなんですね。そう。じゃああと10秒ぐらいでとりあえずね、話しましょう。そうですね、はい、じゃあまたちょっと後で、はい、じゃあ、あーそうか、ちょっとじゃあ今お母さんにちょっと LINE で今何してるとかなんかその、はい、ちょっとね送ってくださいます。このね後半のまあ15分ぐらいの時間を潰すためっていう意味もあるんですけど、いやいやいや、まあ、いや話題は豊富にありますからそうなんですけど、はい、毎回ね家族のね、はい、温かさ、はい、つながりというものをね、ご紹介していこうというコーナーですから、はい、やらせなしで電話してちゃんと出てくださいました、ね、本当にやらせなし、そうなんで、ぜひだからね、そう、伊藤さんのお母さんに、まあ、電話とかとしてちょっと LINE だけでもちょっとねつながれるといいかなっていう感じですね。で、ご家族といえばそのあれですかね、これどこまで話していいですかね。とりあえずまさみちゃん のご家族も最近はすごく仲良しなんですね。いや、そうでもないです、ね、あ、そうでもないですか。ですね、ちょっとね、私の家族の話はですね、はい、なかなか特殊な家族すぎてですね、はいはいはい、こういったところでお話しすることができないので、いや、とりあえずまあ、はい、まあ、いろいろ最近なんか楽しいことがあった、はい、ということですかね。ただですね、はい、家族の人間は見てはいるんですよ、うんうんうん、こちらは、うん、見てるんですか、このラジオ。あ、そうなんですか。見てるというか、はい、私の投稿は基本的に大体見てますよ。そうですよね、はい、じゃあ、はい、じゃあ見てるので、何か問題があると、はい、終わったぐらいのタイミングで、はい、あの話はしない方が良かった、この話はやめてほしいっていう風にクレームが来るんですね。あ、じゃあすいません、見てわかんないですけど、わさみさんのお父さんとかお母さん、ちょっとですね、はい、電話とかの方はですね、NG な、あ、そうらしいですよ、なんかね、まあ、今後もよろしくお願いします。申し訳ございません。そう、伊藤さんね、お二人とも初めて会ったと思うんですけど、奥の方にいるメイコさんの実家が今秩父にあるんですけど、はい、まあ、今昔は秩父にあるんですけど、はい、この間実は私ですね、メイコさんの実家に行ってきたんですよ。はい、はい、あ、今早速出ありがとうございます。めんこちゃんのね、ご実家の方が秩父の方でホルモンしん、心と書いてしんというね、ホルモン焼肉屋さんを営んでらっしゃるんですよ。なんでそちらの方にちょっとね、私とめんこちゃんはタイミングが合わなくてご一緒できなかったんですが、鈴木さんが遊びに来ていただきまして、でどうだったんでしたっけ。あとですね、まあ9時ぐらいに行ったんですね、夜の9時ぐらいに行ったんですけど、はい、なんかあれだったんですね、ゴールデンウィーク中に行ったんですけど、すでに食材がもう売り切れた後だったらしくて、ね、まあ、本来は10時まで営業してるんですけど、なんか9時ぐらいでも閉店してたみたいなんですよね。そうなんですね。すごい真っ暗な感じでしたけど、あれですね、はい、拒否をするために閉店をというわけではなくて、はいはい、本当にタイミング悪く、はい、お店が閉まった後だったんですね。だからすごい住宅街の中なんですね、なんかね、びっくりするぐらい、なんか本当に住宅街の中にあって、はい、
だからすごいなと、おそらくだから地元の方に愛されてるお店なんだなっていう感じは、はい、あのしましたね。はい、まあ、あれですね、秩父、西武秩父鉄道とか、あとは秩父の駅からはですね、うん、約15分ぐらいってところですかね。あ、そんなに結構でも近いんですよ、そこそこ、ね、意外と、はい、はい、あ、そうなんですね。じゃあまた今度ね、ぜひ営業時間中にですね、ですね、まあ、また行ってみたいなと思ってますね。はい、ですね、あとはですね、はい、あそこ結構自由なので、はい、お孫さんと遊ぶためにね、土日のどちらかを休みにしたりとかすることもあったりするんですよ。なので予約をしてないで行くと、はい、結構閉まってることがあるんですね。個人商店というか、はいはいはい、個人で経営してるお店のあるあるなんですけど、はいはいはい、じゃあそうですね、ぜひじゃあ予約していくしかないかなっていうところなんですね。そうなんですよ、はい、伊藤さんのちなみにその親御さんは話せる範囲で今何をされてらっしゃるんですか。はい、私の、はい、まず父は自衛隊をやっていて、うん、自衛隊、そうだったんですか。なんとも、はいはい、なかなか、それから、まあ、その背中を見てたのか、はい、弟も今自衛隊で、はい、そうですね、はい、防衛大でちょっと頑張ってました。防衛大からっていうのはなかなか英語コースですよね。頑張ってましたね。頭もいいんでしょうね、防衛大ってこと。あれ、じゃあ、兄弟はお二人なんですか。そうです、あ、私の弟一人、はいはいはい、いいじゃないですかね。お、でお母さんは今何をされてらっしゃるんですか。お母さんは、はい、お母さん結構いろいろしてる人なんですよね。児童科の先生やったりとか、あとは何してたかな、あ、それこそ医療事務をやってたので、はいはいはい、その背中を見てちょっと看護師になりたいのも一個あったっていうのもあって、あとはまあメディカルアロマを教えてあげたり、はい、まあ、スクールとか教室をやったりとか、はいはいはい、お母さん自身がスクールを、あ、そうです、そうです、ですかね。すごいですね。じゃあその、なんですかね、弟さんは、うん、まあ、男家族のお父様と全く同じ、うん、そのね、道をたどられて、で、そうですね、ね、伊藤さんの方は、うん、こうお母さんがやられてるそのアロマ系のことと医療事務系のね、両方、うん、美容と医療のことを両方こう受け継がれてやられてるって感じですね。確かに、ね、はい、今思うとそうですね、はい、そうですね、なんといい感じの、はい、理想的なね、はあ、いいですね。弟とか出るかな、はい、あ、いいですね。お父さんでも全然 OK さん、はい、もう問題ない、はい、出るかな、すごいね、今 ね国を守ってらっしゃるわけですね。じゃ あ出ました、弟。 これ、はい、スピーカーにしてくださると、はい、はい、あ、もしもし、はい、今ラジオなんだけど今ラジオの生放送なんだけど頑張って弟です。あ、はい、弟は今、はい、なんかいろんなところに飛んで、はい、飛んでというか、はい、いろんなところにまでいて頑張って、はい、やってます、はいはい、弟さん、はじめまして、はじめまして、今お姉様の方にですね、実は今日、はい、今ラジオ生放送なんですけど、はい、ラジオ生放送のゲストにちょっと出演され、出ていただいておりまして、はい、はいはい、私パーソナリティの鈴木と申します。よろしくお願いします。はい、はい、はい、ありがとうございます、はい、でちょっとそんなに時間があるわけじゃないですけど、ちょっとだけですかね、お時間、2、3分ぐらい、はい、大丈夫です。あ、すみません、ありがとうございます。あ、じゃあですね、あ、じゃあ、そうだな、じゃあぜひね、なかなかこう一回ないと思うんですけど、うん、まあお姉さんである伊藤さんの方が何か弟さんにこう、うん、言いたいことというか、はい、言いたいこと、はい、何かありますか、本音で今まで言えなかったこととか、はい、今まで言えなかったことは、はいはい、ないですけど、いいですね、仲いいっすね、いいっすね、なんか、ね、結構そうですね、昔、はい、ちっちゃい時は、はい、もうテレビのチャンネル取り合ったりとか、うん、もう足で蹴られたりとか、うん、大変喧嘩をしてましたけど、でも今結構ご飯行ったりとか、はい、遠くで頑張ってるので、はいはいはい、頑張って無理しないで頑張ってねって感じですかね。あ、いいですね、仲いいっすね、仲いいっすね、はい、あ、じゃあすみません、弟さん、ちょっと無茶ぶりで申し訳ないんですけども、はい、弟さんの方から、まあ、お姉様の方にちょっと普段言えないこととかよかったら、はい、はい、何か一言あれば、はい、あ、そうですか、照れてますね、そうですね、普段言えないこと、はい、まあちょっと自慢のあれですよと、やったあ、自分の、まあ、言えない、まあ、特に言えないことってあんまりないんですけど、あ、いいですね、じゃあね、うん、そのね、うん、
で弟さんも当然あのお姉さんがまあお店というか、まあ、経営されてることもご存知なんですもんね。はい、知ってます。あ、素晴らしい。最初、はい、初期段階で来てくれました、はい、おーすごい素晴らしい。そう、あ、じゃあね、もう時間もあれなんで私の方なんですけど、あの弟さんね、あの私実は私も東北出身なんですけども、山形出身なんですけど、はいはいはい、あのやはりその、うん、今お姉様がやられている場所っていうのは、まあ、東京の中でもすごく一番いいところなんですよね、うん、あの一等地と言われる、はいはい、まあ、そこでそのね、初めての、まあ、経営という形であのやられてるってことはもういかにもあのとにかくすごいことなんですよね、はい、なんであの、はい、自慢のお姉さんだと思いますので、あのぜひあの今後もそう、お父さんもあのお父さんも お母さんもね含めてご家族でぜひあの伊藤さんのことを応援してあげてください。はい、応援してます、はい、頑張ってね、はい、すいません、今日すいません、ありがとうございました。急に、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、じゃあバイバーイ、はい、ありがとうございます、はい、はい、あ、いいですね、なんかやっぱいいっすね、こうね、仲いいんだなっていうのがこういいですね、普段言えないことがないっていうのがなかなかね、こうね、いいですね。いや、本当に私、はいはい、もうみんなにありがとうしかなくって、はいはいはい、もう今まで会った人とか、はい、それこそ鈴木さんとかもみんなそうなんですけど、はい、まあ、なんか私行動力はあるんですけど、うん、やっぱりこうみんながいるから今私があるなって本当に思ってるので、うん、もうこの機会に皆さんに本当ありがとうございます、頑張るのでお願いしますって感じで、はい、伝えたいです。はい、ですね、ではですね、残り4分ほどとなっておりまして、ですね、途中からご覧になられている方もいらっしゃると思いますので、この辺りでですね、ちょっとご紹介をしたいんですが、ですね、こちらの鳥越アズール FM の方はですね、ホームページの方から本放送が見れるんですが、そちらの本放送の方もですね、1回きりとなっておりまして、その後ですね、2週間後に、公式 YouTube の方から、アーカイブの方が公開されますので、今回途中から見たよという方、見逃してしまって後から見たいという方はですね、公式 YouTube、鳥越アズール FM のチャンネルの方からご覧いただけたらありがたいなと思います。ですね、私の Twitter の方にも今投稿してありますので、そちらの方からですね、探って辿っていっていただけますと、YouTube の方のアカウントの投稿もしておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、では次回のゲストはまだ未定ということで、そうですね、はい、ちょっとね、月1になってから1週間とまでは言わないんですけど、2週間くらい前にですね、ゲストが決まることが多いですので、ちょっと月1配信になってからはゲストがなかなかご紹介できなくて申し訳ございません。はい、じゃあとりあえずもう一つですね、はい、今週刊ポストっていう雑誌がこう発売されてますけど、ありますね、はい、つい私もさっきそこのセブンイレブンで実は買ってきたんですけども、はい、あんま多くは言えませんけど、とりあえず今週ですね、今週号の、週刊ポスト、よかったら伊藤さんもね、ぜひちょっと読んでみてほしいんです、うん、はい、黒い、はい、見出しのね、ちょっと黒っぽいところに丸々の黒幕はみたいな感じで書かれてるのがあるんですけども、そちらの方のですね、取材を受けたのが私ですので、どうぞよろしくお願いいたします。週刊誌デビューという感じで、そして、はい、そうですね、ちょっと私の名前は出てないんですが、はい、あとは実はナックルズの方にも取材をしていただく予定でして、はい、でフランシエの方はちょっと まだわからないですね、はいはいはい、すごいですね、最近だからね、はい、我々の身内というか、そうですね、みんな週刊誌に出たりとか、あとそのテレビに出たりとかこうちょっとね、あれちょっといろいろ最近ね、伊藤さんね、あんま状況わかんないかもしれないですけど、ちょっと我々最近周りが結構みんなね、騒がしいんですけど、はい、なかなかにぎやかでして、なるほど、はい、そのね、はい、記事にしていただいた内容というのは今ニュースにも結構なっている、はい、反ワクチン団体というものがありまして、その反ワクチン団体、今話題になっているところにまだ本格的に活動する前に一時にいたことがありまして、その内部事情などをお話ししておりますので、どうぞ皆さん週刊ポストの方をご購入いただきまして、ね、見ていただけたらなと思います。週刊誌なんですが、
おそらくちょっと過ぎても、買うことが取り寄せなどができるはずなので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまた。はい、伊藤さんはね、はい、ぜひ普通の雑誌にね、特集されるようになってください。はい、頑張ります。普通の雑誌にぜひ特集されてください、伊藤さん。はい、50分となりましたので、はい、そろそろお別れとなりますね。はい、19時50分までとなっておりますので、はい、皆さんまた来月お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。伊藤さんのお父さん、どうもありがとうございました。またね。またぜひよろしくお願いします。